2023年プロ野球12球団総年俸&マネージ上、こちらすでに貼られた記事。12球団総額は412億9985万円。ソフトバンクが約62億で日ハムが約23億。大きな差があることがわかります。中日が金を使わないという風潮。ソフバンすげえな。オリックス経営上手すぎるやろ、コスパ最高やん。あんな大型補強したのにほぼプラマイゼロかよ、ソフバン。ソフバンあんなに近藤だのオスナだのにばらまいて総年俸は変わらんのやな。デスグラ戦だと去年取ったサボリが偉人だほ高かったからな。でもガルビスって複数年じゃなかった？投げないやつもいたやろ。名前は忘れた。ちょっと打っとおったな。日ハムはコストカットに次ぐコストカットで戦力割れだけしかないのに23億弱ってむしろすげえコスパ悪く感じるな。西武やたら前年比増えてるけど既存選手の大型契約の結果？それとも Y の知らないお高い助っ人とかとったんか？源田とどの先じゃね。まあそうか、森流出して大幅に増えてたからイメージと乖離してたわ。ざっくり山川源田との先で3億アップやね。とりあえず格差が大きいことは分かった。ご視聴ありがとうございました。